昭和29年に地下鉄の名古屋駅から栄町駅までの建設に着手をしました。今完成は32年の11月になりますが、この間で 2.4 キロの地下鉄を錦通りの下に設置をいたしました。昭和35年に栄駅から池下駅まで開業しました。その後ですね、昭和38年に若干池下から東山公園まで伸ばしましたけども、昭和40年にですね、今度は市役所から栄まで、栄から北に向かって開業をいたしました。その後昭和42年になりますが、栄から金山への開業をしまして、これで栄を中心にですね、東西南北へとネットワークが伸びたというふうになっておりまして、利便性が上がったというふうには考えております。ちょうどその地下鉄の開業に合わせまして、弊社の前身になりますけれども、名古屋地下鉄振興という会社がですね、ちょうど同じ日に名古屋と栄で地下街を開設したということになります。ですから栄地区でいうと弊社の地下街が一番古いということになりますね。それまではですね、地下鉄に付属する商店街も非常に今でいう駅中程度の小規模なものだったんですけども、ちょうどこの名古屋の地下鉄が開業するときに今のような本格的な地下街が始まり、なのでよく地下街の本場は名古屋と言われるのもそういうことなんですね。昭和40年に名城線が開通しました。でその時から40年代に弊社の地下街も拡大をしていって、で最後は昭和53年名鉄の栄町駅、それから餅の木広場できた時に北の方にも地下街を建設して、一応形としてはそこが一つのこう構造的な出来があったわけですね。でその後平成14年にですね、リニューアルオープンいたしまして、その時に初めて森の地下街という名称をつけました。地下鉄の駅の上にある地下街なので、言ってみればですね、駅前商店街なんですね。駅前商店街なので非常に、ある意味雑多な食品もあれば飲食店もある、アパレルもある、サービスもある、そういう雑多な駅前商店街というのがおそらく弊社の地下街の一番の特徴だと思います。ちょうど広小路通りの真下、距離にして東西で330メートルあります。それから大津通りの真下と、これは南北で90メートルございますけれども、店舗が78店舗ございまして、でそこ の管理運営をする会社でございます。昭和44年に開業いたしまして、高度経済成長の真っ只中でありますので、どんどん車が増えてきたということで、地上に車と人がいっぱいになってきたんで非常に危ないということでですね、人は地下へ誘導するということで地下街を作ったという背景がございます。栄地下の一番の特徴はですね、クリスタル広場っていう非常に大きな広場空間があると。でこれは全国の地下街でも非常に珍しい空間であるということで、大きさにしますと36メーターですので1400平米ぐらいのですね、広場空間があると。今回のリニューアルのスポットはクリスタル広場になると思います。でこれは噴水を撤去させていただいて、で新生クリスタル広場ということで、ちょうど中央 の4本柱にですね、大型の LED パネル、これは16面配置いたしました。そこで環境映像を放映するということでですね、非常にクリスタル広場は昔から待ち合わせのスポットになっておりますので、そこでゆったりとですね、待ち合わせをしていただく。
東山線のですね、北階段の連絡口に車庫エレベーターを設置いたしました。全国でも初めてという斜めに上がっていくエレベーターなんですけれども、今設置後ですね、高齢者の方だとか障害者の方はもとよりですけれども、ベビーカーのお母様方だとかスーツケースのですね、旅行者の方にも非常にご利用されて、皆さん設置についてですね、評判としては上々だというようなところでございます。地下鉄連絡通路階に到着しました。昭和53年の8月に名鉄 の、 瀬戸線が栄に乗り入れるということになりましたので、この地域の活性化を図るために地下街が計画されました。でもう一つ、都心の駐車場のスペースが不足するというのが懸念されて、地下駐車場も併設すると、そういうことでセントラルパークが出来上がりました。錦通りからテレビ塔の北側にあります桜通りまで、これが約300メートルあります。で、100メーター道路のその幅をかけました3万平米の大きさの地下街なんですね、セントラルパークっていうのは。許可された最後の方の地下街なので、防火には非常に国の方から強い規制がありまして、通路の幅が8メートルあります。非常に広い通路の幅を確保しないと許可が下りなかったということなので、今のような地下街になっております。セントラルパークの中央通り真ん中の通路のところは、ちょうどその真上にテレビ塔さんの足が4本ありますので、店舗が作れずに両側がショーウィンドウだけの通路が約100メートルぐらいあります。テレビ塔さんが傾いてはいけないので、そこを苦心しながら地下街を作ったというふうに聞いております。